皆さんこんにちは、夢心チャンネルへようこそ。雪うさぎです。と今回、セミが水面に落ちたところを偶然発見したんで、ちょっと動画にしてみようと思い撮ってます。まあリアルなセミがね、実際にどのような動きをしているのかっていうのを見て、虫系のルアーやワームを、まあ、どのようにアクションさせたらいいのかっていうのの参考になればいいかなと思って撮ってます。ぜひ最後までお付き合いください。セミの個体にもよると思うんですが、ポッパーみたいなアクションよりも、まあ、一点シェイクで動かす方が効果が高いような感じがしました。まあ、あとはその場その場で状況に合わせて動き方を変えるといいかもしれませんね。最後までお付き合いいただきありがとうございます。